ヒートガイジェ DVD 第2巻ご覧の皆さんこんにちは、大輔アウローラ役の松風雅也です。いやー今回ちょっとかぶってる、今回ね特典映像ということで、ヒートガイジェの見どころをね結構僕も考えてみたんですよ。まあたくさんあるんですが、そうですね、まあ綺麗なグラフィックかぶってこんな近くの撮れるから別に、ね、グラフィックですよね。あとそうですね、まあ音楽もねトライフォースで素晴らしいし、豪華声優陣、あとストーリーもこれまた素晴らしいじゃないですか。まあまあまあちょ待って、かぶってるってそんな一生懸命やんなくてね。その中でも今回はですね、あえてアクションに注目してみたいと思います。アクションシーンなのでね、今回ヒートガイジェ第2話目ですか、これをですねご覧のな、だからかぶってるっつ、ごめんなさい、すいません、千葉ちゃんかよなんだよここ。まあそのね特典映像を裏側をあえてちょっとだけ作りましたんで、そちらをご覧ください。どうぞどうぞ。まずは第1話待ちから、J vs ミーシャのマシンガチンコバトル。おお、すげえ迫力のダーン、いったね。そして第2話、炎大輔 vs ダキ。お、最後の一発を、大輔は弾が少ないんだよね。あ、ダメだった、切られちゃったよ。しかし茜監督をはじめヒートガイ J スタッフはこんなもんでは納得しなかった。さらに上を目指しこんなことまで。この人はアクションチームエースエンタープライズ代表の相田雄一さんです。シェンムーとか鬼武者、デビルメイクライといったプロジェクトにも参加している、基本からいろんなタイプの立ち回りができる方です。今回ヒートガイ J にもアクション指導という形で参加してもらっています。うん、基本的な回し蹴りとかそういう感じのやつを今見せてくれてるわけですね。次は後ろ回し蹴り、綺麗な、お、大技の予感。あ、飛びバックだ、軽いな。中国武術もねやられてた方なんですよ。おっ、これもだから中国武術の高層体ですね。ちなみに今すっ転んでたのが僕です。そしていざ絡み、ん、あいさんが誰かと打ち合わせしてますね。誰だ、あ、茜監督だ。さあ打ち合わせも終了したところで早速絡みです。お、これは日本刀対、お、ピストル持ってますね。大輔と同じ設定で弾は一発しかない。おっと、右から一発いった、なるほど。いろんな設定でいろんなシチュエーションで立ち回りを見せてくださいって茜監督に言われたんですね。次は素手対ピストル、かわして打ったけど避けられた、なるほど。次は一人で基本的な日本刀の振り方なのかな。これは一体作品では何に反映されるのか。獣人ボマだ。ボマは異空間から日本刀のような武器を出しますからね。ボマの動きをさらにリアルに見せてるわけだ。とこんな感じでヒートガイ J アクションシーンの方もどんどん熱くなってますので、皆さんお見逃しなく。以上、松風愛田のアクション指導、ナレーションは松風雅也、松風雅也がお送りしました。こぼれちゃった。